はい、おはようございます。釣り講 TV です。これね、買いに買った2017年新発売されたりですね、下ルアー、いろいろ買ってレビューしてみたり、あとは実際に釣りに持って行って釣りをしたりですね、今年も1年間、いろいろと楽しむことができました。そこで今日はですね、こういろいろなルアーとか、こんなの買ったよとかですね、このルアー良かったよとか、まとめていきたいと思います。1年間のですね、総まとめということで、こうボックスの中からですね、いっぱい引っ張り出してきました。まずね、今年買って一番清水の舞台から飛び降りるつもりで買ったのが、このカルカッタコンクエストの BFSHG ね。これは結構ですね、使いやすかったなということで、まず紹介したいと思います。春先にね、ちょっとハワイに行ける機会があって、そこでピーコックバスを狙うよなんていう時に、結構ですね、あそこってこう小さいルアーがすごいよく効くっていうことで、これでですね、快適に小さいルアーピョイーと投げて、結構ですね、いっぱいバスを釣ることができました。あとは渓流フィッシングとかですね、スモールマウスバスがハワイなんかいっぱいいたりするんですけども、そういった時にもこれだと軽いワームとかもスーって投げ込むことができたんで、結構活躍してくれたんじゃないかなということで、来年もですね、春先ぐらいからまた小さなミノーとかですね、霞ヶ浦水系で使う時に積極的に投入していけるんじゃないかなと思うんですけども、なんか来年はついにステラが島野では新しくなるみたいですね。まあ今年2017年の目玉リールっていうとここら辺だったんじゃないかなと思うんですけども、来年は島野からですね、一番目玉のリールとしては、まあ、スピニングですけどね、18ステラが出るなんていうアナウンスが、出てましたからね、そこら辺なんかも来年フィッシングショーに行ったら、細かく見ていきたいと思います。今年はですね、これ一つちょっと高かったんですけども、買ってみていろいろ使ってみたんですけど、こいつはまず持って、使いやすかったなということで、はいね。でそうですね、まあどんどん紹介していきたいと思います。これね、デプスからNZ クローラー、いつ出るかいつ出るかということで、秋ぐらいに出たんですけども、結構ね、フローターで持って行ったり、あとは、解禁されたダムに持って行ったりしてですね、なんとか紹介動画、だけじゃなくですね、釣れたよでかいのがなんていう動画を、上げれればなと思って積極的に投げたんですけど、残念ながら自分はまだ今年これで息も釣ることが、できてないんですね。ちょっと来年にかけてはですね、春先の、シーズンからまた積極投入していってですね、この NZ クローラーにガバチョーとでかい、ブラックバスが食いつくシーンなんか、撮影できたらいいなということで、これねまだ期待なんですけど、すいません、一匹もまだ釣っておりませんね。 NZ クローラーがデプスから出ましたよね。でこの羽物つながりでいくと、小型の羽物もいっぱい出ましたよね。今年はこのマイクロポンパドール、これね、フローターで暑い時期トップウォーターで釣りたいななんていう時に、この小型シルエットで、ほんと虫みたいな感じってイメージなんですかね、これでよく釣れてくれたなって記憶があって、マイクロポンパドール、これもですね、ボックスに1個入ってるとちょっと安心だなというところで、これすごい、マイクロポンパドールフィッシングショーで見てから、おーすげーなーと思ってたんですけど、実際に買ったらこれは結構よく釣れてくれたなというところで、で小型の羽元でいくとこれですね、やっぱりこのレゼルブね、フィッシングショーで発表されて、これもいつ出るのかいつ出るのか、ジャッカルとディスタイルのコラボレーション、まあ、製造ジャッカルが担当していて、作ったのがチャンピオン青木大輔プロ、がこの制作監修したっていうことで、これもね非常によく活躍してくれました。自分はフローターでよく使ってたんですけどね、ほんとこれ投げるとなんていうんですかね、小魚追い川みたいなのかな、パパパパパーって追われてる姿が見えた時なんかに、これ岸際に入れてこの羽で一点シェイクしてビビビビビビビって誘い上げると、
まあこれもよく釣れてくれたなっていうことで、まだねちょっと買いづらいみたいですけども、でもまあそろそろちょっと買いやすくなってくるんじゃないですかね、あのレゼルブ。またこれもちょっと来年はハイシーズンになったらボックスには常に入れてですね、投げ込んでみたいなということで、まだねこれでものすごいランカー釣ったとかそういったのは、なかったんで、来年もですねちょっと積極投入してどんなところで効くかなんていうのを現場で試していきたいと思います。でちっちゃなルアーつながりでいくと、まあここら辺のスパイテールとかですね、オーバーリアルとか63オーバーリアル63とかですね、ここら辺のルアーよく買いましたけどね、こっちまだ釣ってないんですよね。これねすごい釣れそうなんですけど、しかもカラーも一番好きなアイスシャッドで売ってたんでこれ買ってみたんですけども、まだこっち釣ってないんですよね。こっちねスパイテール、これはよく釣れたなと思って、これねダムのバックウォーターとかでなんか魚が餌を探し回ってるなんていうところをちょっと外れにポイって入れてくれると、もうブワーッと追ってきて食ってくれるし、あとこの小型シルエットなんでこう足元でバスが見えてるところにちょいんちょいんちょいんなんて誘ってやると、もう下から湧いてきて食ってくれたななんていうことで、結構こっちはね歯型なんかもいっぱいついてるんじゃないかなと思いますが、まあこれはよく釣れたなと思って、これもねちょっともう一軍確定だなってことでいつもボックスに入ってるんですけども、まあこっちねオーバーリアルちょっと今年あんまり、まあ、こっちばっか使ってて、使わなかったなっていうことなんで、ちょっと来年ねこれほんと亀山ダムなんかでもめちゃくちゃ効きそうなんで、ワカサギが湧いた時期とかに積極的に投入していければななんていう風に考えております。でまあ小型プラグつながりで、これまだね釣ってないんですよね、なんかゴミついてた。ライザーベイトシリーズがね全部出ましたよね。で007の方ではもうやったらよく釣れたんですけど、このその後に出たね004番ですかね、これ、これまだ1匹も釣ってないんで、ちょっとねまだどうだろう、明かりの下には小型のシーバスとか東京湾の湾奥の方にはいっぱい残ってるんですよね。ちょっとシーバス行ける機会なんかがあったら試してみたいななんて思うんですけど、買って封を開けて解説してですね、まだ釣り場で投げていないっていう、ここら辺ねちょっとライザーベイトシリーズ来年もサイズ展開とか気になりますからね、ちょっとこの各004、007、008って年末に向けて一気に全部店頭に並びましたからね、ちょっと来年積極的に投入していきたいななんていうルアーでございます。それとまあこういったクランクベイトシリーズね、今活のクランクが全部一新されるよっていうことで、この120ランボルトとですね、あとは300のカオスダイバー、ここら辺買ったんですけどもね、なかなかクランクベイト投げてないっていうのがあって、これ両方とも魚まだ釣ってないんじゃないかな。でもね非常にそう、今年こうやってまとめてみると、ワームではまあよく釣ったけど、プラグそんなにそういえば投げてないな、釣ってないなって、買ったっきり釣ってないルアーが非常に多くてですね、ここら辺もちょっと来年ですね、ハイシーズンに入ったら、積極投入していってですね、あクランクベイト釣れるななんていう風に語りたいなと思うんですけどね、投げてなきゃそれは釣れないですよね。ちょっとここら辺で復習ですね、ちゃんと来年は投げていこう、プラグでの釣りもしようなんていう風に考えております。そういった感じでいくと、まあここら辺のねすごいですよね、これジャッカルの釣り岡でしょうのコラボフロッグ、これね買ったはいいんで、ちょっと釣れたよっていう動画これも上げたかったんですけどね、これまだ結構投げ込んで結構バスも出したんですけども、まだね1匹も釣ってないんですよね。ちょっとフロッグ買う、好きなんで買うんですけどね、ちょっと投げ込みが足りないなっていうところがあるんで、来年はですね、ここら辺もすいません、もうちょっと投げ込んで、魚をガバチョッと、釣っていきたいななんていう風に思っております。でこの中に結構ねいろいろ入ってるんですけども、今年の大ヒットルアーでいくとこのノラネズミがあるんじゃないですかね。これめちゃくちゃ釣れる、投げやすい、T
ヒムコの野良ネズミ、まだちょっとね、店頭並んだらすぐ売り切れちゃうんで買いづらいですけどね、これなんかは非常に投げやすくて、先輩がもうボコボコにバックシートで釣ってましたね。これ、あ、出た、あ、また出たなんていう感じですごい、面白そうなんで一つ買ってきてみたんですけども、来年はこの野良ネズミ攻略なんていうのもちょっと積極的にもうちょっと練習していきたいななんていう風に考えております。まあ、こういうちっちゃいトップウォーターつながりでいくと、これですね、自分が今年よく投げたなってのがこのファクトのギズモシリーズ、これね最近追加で1個買った、濃い色買ったんですけども、釣ってたのはこのね、スズメバチから、これがまあ夏場よく釣れたなって、結構虫ルアーにしたボリューム大きめな方だと思うんですけども、まあなんていうんですかね、非常に亀山ダム、主に亀山ダムでよく使ってましたけども、この手があってなんかすごいなんていうんですか、いい波紋が出るんですよね。魚が湧いてきやすい波紋っていうんですかね、本当ふわーって回遊しているミエバスにポイッと投げたら寄ってきて躊躇なく食いつくなんていうシーン何度も、ね、目撃したんで、何かあるんじゃないかなっていうことでこれ追加でもう一つ買ってみたんですけども、ちょっとねこのずんぐりむっくりボディでよく飛ぶんで、オーバーハングの奥なんかにも入れやすいですし、比較的買いやすいっていうのもあってですね、これは一つ今年の中ですごい釣ったし、良かったなーなんていう記憶のあるルアーなんで、これも1軍ということで、この1なんかこんなボックスですけど1軍ボックスに入っております。まああと野良ネズミが入っていて、であとこいつも結構よく釣れたんですよね、今勝の風神スパイダーが今年大進化を遂げたよっていうことで、この何が変わったかっていうと、ここが素材が浮く素材に変わって、でこう針ショエルフックハンガーが追加されたわけなんですけども、これねちょっとまあこっちはちょっとカバーの奥にぶち込むとして、これは自分はこうトリプルフックをつけてですね、比較的オープンな引っかかりづらいところに投入よくしていたんですけども、これもまあ何回かしか使ってない割にまあよくでかいバスを連れてきてくれたなーなんていうイメージがあって、この虫系ルアーってね毎年なんか魅力的なものが追加で出てますしね、来年は亀山のエンジンの羽生くんのところからなんかものすごいツレツレの虫ルアーなんか出るみたいですからね、そこら辺もフィッシングショーとかに眺めつつ、来年は買おうかななんて計画しておりますが、この虫系ね大好きなんで、来年も何か気になる虫が発売されたら積極的に買って使っていきたいななんていう風に考えております。まああとこれね、ゲイリー山本の黒いバズベイト、これ出たんで早速1個買ったんですけど、今年あんまりバズベイト投げてないなと、そういえば、これも買ったはいいけど、まだこれねバス釣ってないんですよね、まあ使い慣れたバズの方を投げちゃったりしてですね、ノリーズのバズベイトとかでは今年結構よく釣ったんですけども、このゲイリーバズねせっかく買ったのにまだ魚これ釣ってないんで、ちょっとこれもバスベイトも結構ね春先の寒い時期からよく釣れてくれるルアーですからね、来年は、もうちょっとバスベイトを投げ込んだ釣りやろうかななんていう風に考えております。というわけでまあここら辺はそういった結構マジで使う一軍が入っているこういったボックスなんですけど、こんなボックスがありまして、でまあギル系のルアーですよね、今年はまあ後半に非常に大活躍してくれましたけど、このギルフラットもう12月入ってちょっともうギル系ルアーダメかななんと思いつつ、せっかく発売されたんでって言って投げたところですね、まあ本当最後の最後までよく釣れたなっていうことで、これは直リグ仕様にしているんですけども、まだねカラーがここら辺の派手なカラーしか買ってないので、来年に向けてはこれのもうちょっと濃い色の地味な色とか発売されたらもうすぐに飛びつきたいななんて思うんですけど、このすごい
アピールの強そうなカラーで、これはトズラッパラでも50アップ45アップと連れてくれたし、あの三島湖もね、あれ12月の最後、うん、もうそうですね、中旬超えて寒くなってもうダメかななんて思ったんですけども、まあ、投げたら結構これで食ってきたらいいバスが釣れますからね。ちょっとあのブルフラットの釣りと合わせてですね、このギルフラットの釣りなんていうのも来年もうちょっと練習していけたらな。それぞれのなんかいい使いどころとか住み分けがあるかもしれませんのでね、このギル系ワームっていうのもどんどんこういろいろ増えてきてますからね、ちょっと各ギル系ワームを使い比べてですね、まあ、こんな時にはこっち、こんな時にはこっちなんていうご紹介ができたらいいなぁなんていうふうに思ってますので、まあ、この手のギル系ワームは出たら積極的に来年も買っていきたいと思います。で、まあ先に出たね、これね、ギルフラットスイマーですね。これもものすごいいい動きしてるんですけどね、これまだ買ってから釣れてないんですよ。結構投げてはいるんですけど、まだ、釣っていないっていうことで、今年ね、三島、豊房、トズラッパラと、封印されていたダムが全て解禁されましたからね、ちょっと来年はここら辺なんかものすごい活躍をしてくれるんじゃないかなということで、ここら辺もですね、出しどころが、もう結構寒い時期でも釣れるって最近自信がついてきたんで、ちょっと冬場でもですね、シャローカバーなんか打つときは積極投入していこうかななんていう風に考えております。で、まあギル系つながり、これ2個同じなんですけども、サイズが違うっていうことで、今年出たデプスのこのコンツアージグシリーズですね、あのキムケンさんのジグストジグをこうバタンバタン泳がして魚を釣るっていうテクニック、これがなかなかすごそうだなということで試したところ、このやっぱ専用に作られたコンツアージグっちゅうのがよく釣れるなっていうことで、今ねこれあのブルフラットの 4.8 と重い方にはこれ 5.8 つけているんですけども、実際に使ってすごい使いやすかったのはこいつですね。ノリーズから出た FG ダディ、これまだちょっと封開けてない、あの追加でストックで買ったやつなんで封開けてないんですけども、このでかいデロンデロンの足、これをですねこのコンツアージグに縫い刺ししたところ、結構亀山ダムなんかの上流の普段ワームとか小さなワームで狙ってるようなところにこの組み合わせでジグストで入れたところ、まあ結構いいバスが、簡単に釣れてくれたななんていうイメージがあって、で何本か釣ったんですけどね、まだどうして釣れたのかよくわからないっていう中で釣れていて、その後あんまりやり込んでいなかったんで、来年はこのジグストの釣りですね、これをなんとか自分のものにするべく、練習を重ねていきたいなって思ってまして、まあ、このコンツアージグね、これが針がフッ素コーティングでちょっと鈍角な針がついていて、でこう絶妙なガードがついていて、この針のある極太のラバーが魚をうまいこと誘ってくれるよっていうことで、非常にこれ使いやすかったな、自分でも使ってましたし、バックシートで投げてる、先輩なんかもコンツアージグでこう釣れたよっていうことで、結構釣ってるシーンをよく目撃したなっていうことで、新しいラバージグの中ではこれマジおすすめなんじゃないかななんていうふうに思います。というわけで、まあ来年もこのジグストの釣りですね、ここら辺はちょっとやり込んでいきたいななんていうふうに考えております。はい、だんだん床が見えてきました。あ、これね、はい、今年夏場にやり込んで徐々に自分のものに釣れるタイミングとか分かってきたんじゃないかなって感じているのは、このチャターベイトの釣りね、今まで釣れるよ釣れるよとは聞いていながらなかなかよく分かっていなかったんですけども、まあハイシーズンの間中ですね、タイミングがあればいろんなタイミングでこの投げ込んだところですね、まあほんと釣れるんですねこれよく釣れたなっていうことが、これ実際に使っているやつですけど、自分は主にあの8分の3オースの方を使うことが多いんですけども、ジャックハンマーね、
これは霞水系でもよく釣れてくれたし、まあ亀山ダムとかでも50近い魚とかねやったら釣れてくれたんで非常に良かったなってことで、まあ売ってたら買うって感じでこう徐々にね、なくなったらなんか嫌なんで、これジャックハンマーあるうちに釣り具屋さんで見かけたら自分の好きな色味があったら追加でこう購入していってるんですけども、これね本当に今年はよく釣れてくれました。ジャックハンマーに関してはちょっと来年もですね、困ったらこれ投げてる時があったら困ってるんだなと、思ってください。あーこれもう釣れない時の最後の一手という感じで、これを投げれば結構いい感じで魚を連れてきてくれるということで、で、まあ、これと合わせてですね、このエバーグリーンのツインテールリンガー 4.7 で、この組み合わせが一番好きでしたね。結構いろいろトレーラー付け替えたりですね、こっちのトレーラーどうなんだろうとか、試しては見たんですけども、自分の中ではこのエバーグリーンのジャックハンマーにエバーグリーンのこのツインテールリンガー、この組み合わせがもうマジナイスで、これであとはまあカラーもなんだかんだカラーもいろいろ使い比べてみたんですけど、自分はたまたま自分の行ってる釣り場の水の色とかなんですかね、このスカッパのコーラカラーっていうんですかね、こんなスカッパのっていうカラーがめちゃくちゃこの組み合わせが、でこっちのこの色もですね、このパープルとブラック、ちょっと濃いめの色でキラキラする銀ブレード、こんな感じの組み合わせがですね非常に使いやすかったっていうことで、これは春先からまたね来年もちょっと投げ込んで、これに来たらでっけえバス釣れるんじゃないかっていうこう期待の、ルアーですからね、これを積極的に春先から投げていきたいと思いますね。このジャックハンマーいっぱいとりあえず、釣り場でないと死ぬって感じなんで、売ってたら買っちゃう追加で、まだねボックスの中にはこれ以外にもあとね4個か5個ぐらいジャックハンマー入ってますんでね、これはすごいよく釣れるルアーだなということで、で小さいワームの方でいくと、この今年出た中だとこの今エビ、これがすごい、サイトフィッシングとか上流の釣りでは、活躍してくれたな。で色がねこの今エシークレットってね、この白いちょっと鈍い白みたいな感じのこの色がねめちゃくちゃよく釣れてくれたっていうことで、で、まあ、使ってみてミハラムシに比べるとちょっと餌持ちは悪いんですよね。こう全部にこう一体貫通してるわけじゃなくて、こことここっていう感じで毛が入ってるんで、ミハラムシに比べると若干餌持ちは悪いんですけども、ここぞっていう時にミエバスとか釣るのにね、これマスバリチョンガケとか、あとオフセットフックにかけたりして放ったら、まあよく釣れてくれたな。ちっちゃいワームの中ではこれが一番自分の中では活躍してくれたんじゃないかなということでご紹介します。これね今エビっていうのが今年出て非常によく釣れた。で後半に来てですね、これね出ましたからね、この伊藤匠プロの開発した三角 T さんね、これねなんとか1匹冬バスは釣れてくれたんですけども、もうちょっとハイシーズンの時期に使いたいなっていうことで、本当年末に近づいての発売になっちゃったんで、ちょっとねもうこっから結構ディープの釣りとか、あとフラット中層の釣りとか中心に自分はなっていくんで、ちょっと投げる機会が来年のまた春先のプリスポーニングとかあの辺りまで、あんまり投げなくなっちゃうかもしれないんですけども、ただ短時間投げた中でねサクッと1匹、困った冬のバスを、連れてきてくれたんで、なかなか自信がついたなっていうところで、来年もねちょっとここら辺、まあ、サイズ展開なんかも知っていくかもしれないですね。これまず5インチってのが出たんですけども、まあ、5インチ一番使いやすいのかなって思いますけども、ここら辺ちょっと来年にかけてはサイズ展開なんかも期待つつですね、まあ、あとは出たばっかりなんで、ちょっとこんな使い方あんな使い方って、練習していければなっていうふうに思っております。で年末にかけて活躍したのだと、この
ベコンクロー出たばっかりの時はちょっと買いづらかったんですけど、もう徐々にねちょっと、店頭に並んだらしばらく、置いてあったり買いやすく若干なってきたんじゃないかなっていうことで、このベコンクローがね、ジカリグセッティングで非常に、後半戦でよく魚を連れてきてくれたなと。でこいつもなんかこう丈夫なんですね。これも結構反対側がちぎれて逆側に付け直したりしてるんですけども、絶妙なこの腕の太さっていうんですかね、これがね結構きついカバーに入れてもねこうちぎれそうでちぎれないんですね。これもちょっとダメージ入り出してるんですけども、なんとかこの一番魅力的なブリンブリンの手がね残ってきてくれるっていうことで、非常に使いやすいなと思って投げ込んでみております。この結構寒くて厳しい時期になってからね数いっぱい連れてくれてるんで、これハイシーズンに投げたらもう大変なことになるんじゃないかなと思うんで、またね来年もちょっと水がぬるんできたらですね、シャローに魚がいっぱい刺してきたらですね、まああと冬場の一発カバーにいる大物狙いなんかでも多分投げるとは思うんですけどね、これは本当買って使ってなかったんですよね。でなんか寒い時期になって、あそういえばどうだろうと思って投げたところ、まあ非常によく釣れてくれるっていうことで、これはね売ってたら買いだなと。デプスのベコンクローですね。でデプスつながりでいくと、このテールスライダー、これね買ってね、これもねすぐ使ってみて、夏場のハイシーズンに使ったら結構ボコボコに横でスモラバやってた先輩に釣り負けて、でこれ当たりが一回もなくてね、いや向いてないのかなって、やっぱレッグワームなのかなと思ってしばらく使ってなかったんですよ。夏場に一袋変えて、まあ釣れるは釣れるんだけどって思っていたんですけども、ここの今冬場になってからがぜんね調子が良くなってきて、で結構レッグワームと投げ比べとかしてるんですけども、大概レッグワームに似たワームってまあ似てはいるんだけど、やっぱりレッグワームだなと、あやっぱレッグだったなっていう風に戻っていくんですが、いやこれはなんかちょっとマジックがかかってるのかな、なんかよーく釣れてくれるんで、これやっぱねちょっとこれはまだね年明けてからね寒いディープの釣りやる時なんかもちょっと積極投入していくと思うんで、来年の多分初バスなんていうのはここら辺のワームで釣れたなんていうことになるんじゃないかななんて思うんですけども、もちろんレッグワームもね引き続き、冬のお助けワームなんで投げていくんですが、このテールの具合とあとはこの頭のフラスカートですね、ここら辺が非常にまあちょっとレッグよりちょっとアピールしたいな、ここにちっちゃいこう手がついてたりしますからね、まあなんか似てはいるんだけど、ちょっとこういう時はこっちこういう時はこっちっていう本当微妙な話なんですけどね、そこら辺の使い分け、こういう時はこっちだねっていうのを説明できるようにですねなれればいいなと思うんで、ちょっとしばらく投げ込んでみようかななんていう風に考えております。はい、いよいよですね下が開いてきまして、はい、これね追加で買ったんですけども、ガンクラフトのボムスライドね、これ今年ね夏のフローターなんかでカバーに入れ込む釣りで、これのチャートリュースカラー、買って使ってたんですけど、非常に使いやすかった。もうグイ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 ってバックスライドしてる、こんなバックスライドするんだっていうぐらいで、まあ重さも程よくて投げやすいっていうことで、はい、ドライブビーバー、これもうほんと短時間しか投げていないのに、すごいすぐ当たりが出たなっていうことで、すごい記憶に残ってるんですけども、ちょっとこの薄い色しかまだ持っていないんで、来年にかけてはこれのちょっと濃い色ね買い足して、ちょっとカバーに積極的にぶち込んでいければななんていう風に考えております。これね OSP の買ったワームの中ではドライブビーバーなかなか使いやすかったということで追加購入していきたいと思います。はいね、
で、まあ、最後くん、まあ、最近買ったデラクの、あー、一応重いやつなんかがあったりして、というわけでね、まあよく買ったなと、ちょっと自分でも恐ろしくなるぐらいいろいろとルアーを買っていたなっていう感じなんですけども、まあここら辺で、まあこうザカザカザカっと出てくるわけですが、まあザカザカザカっとこうね、たくさんのルアーに囲まれて、はい、幸せでございます。こういう感じで、まあ今年もね、いろいろと、1年間お世話になりました。来年にかけてもね、ミーハーだなーなんてコメントありましたけどね、釣れるルアー大好きなんで、もうとにかく、メーカーこだわらずね、人気のあるルアー、あとは自分で使って具合のいい、もう非常にお気に入りのルアー、こういうのを探していくっていうのがね、今釣りの中で自分の一番の楽しみになってますんで、来年もあ、これはいいなっていう、これは欲しいなっていうのだったら、もう積極的にですね、購入して、でまたここでですね、こんなルアー買ったよって感じで紹介して、でその後にできれば釣りで、でかいの釣れたよなんていう風にお見せできたらなって、まあこれが一つのスタイルになっておりますので、まあルアーを買って紹介して、釣りで釣ってね、この一連の流れで2018年も、頑張ってですね、いろんなルアー、面白い釣りなんか紹介していけたらな、なんていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV は、2017年の総まとめということで、こんな感じで、もうバカバカにルアーをいっぱい買ったよ、これが良かったよっていうのを、まあベスト5とかそういうことではないんですけどね、一つ一つ、思い出のあるルアーを紹介してみました。というわけで、はい、釣り講 TV でした。